ひろゆきさん、どの携帯電話会社と契約していますか？選んでいる理由は、僕日本だと au を使ってますけど、切り替える時間がないっていう日本にいる時ってだいたい予定がずっと詰まっていて、あとそのなんかSIM カードをなくした時とかでも au ってまあ店に行けば何とかしてくれるので、っていう理由でずっと au を契約し続けてますけど、ただもうちょっと安いところはあるんだろうなとは思っています。で、 KDDI のポポプランに武田大臣がケチをつけてます。ネットでは KDDI に同情し、大臣が言い過ぎと批判している声も少なくありません。これは KDDI の罠なのでしょうか？いや、僕ポポ全く調べてないんですよね。僕日本に住んでないからどうでもいいと思ってて、シンガポールかなんかの会社がその UI とか UX が割と使いやすいから、じゃあそのオプション入れ、その会社にサイト任しちゃって SIM を作る部分だけ KDDI がやりますよねっていう話で、で、構造的にはすごい便利だと思うんですけど、あれってその日本の IT 産業の負けだと思うんですよね。要はその UI とか UX って単にそのデザインとかシステムの問題で、エンジニアがいれば 100% パクれるんですよ。なので、そのちゃんとしたエンジニアをきちんと雇って、じゃあ KDDI のスタッフにこれ丸パクリしてっていうのを言えばできるはずなんですよ。でもそこの丸パクリするのに何十億って払えないんですよね。払わないが正解かな。その KDDI ってしょうもない会社を結構高い金額で買ってたりするんですよね。僕の知り合いのケンスーさんっていう人がやってたナナピっていうサービスがあって、で、あの会社確かね40億ぐらいで売れたと思うんですけど、ナナピもう閉めたんだよね、確かサイト。なんでその40億ぐらいで買ったけど結局役に立たなくて閉めましたっていう。それ40億エンジニア雇って、うまくいってるサイト丸パクリすれば、そのエンジニアリングのノウハウだったり優秀な技術者が育ったりっていうのに、なんでそっち行かないのっていうので、なのでアメリカとかの場合って割とそのエンジニアをちゃんと雇って社内でエンジニアを育てるっていうのがあるんですけど、日本の場合ってそのトップがエンジニアリングが分からないので、そのエンジニアの育て方が分からないんですよ。なので優秀なエンジニア逃しちゃったりするんですよね。要はその超優秀な人であれば20代でも年収2000万出しても全然元取れるんですよ。でもその20代の人入れるのに、他の20代のどうでもいい営業の人とかが年収500万だと、いやいやいや、年収500万で俺ら頑張ってるの、なんであいつ2000万なのっていうので、その文句言われるから、すげえ優秀な若い人に金払えない問題っていうのがあったりするんですよ。で、それってその経営者の覚悟の問題で、そのこいつは他のやつより4倍以上優秀なんだから2000万も当たり前でしょって言えればいいんですけど、その経営者がエンジニアがどれぐらいすごいのかっていうのが分からないし、それをその社内に説明する能力を持たないので、結局そのじゃあ人を雇うんじゃなくて、うまくいった会社を買うっていう形にしかならないですよね。で、うまくいった会社を買っても、その会社がじゃあうまく運営できるかっていうとそうでもないみたいな。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。